温泉旅館の帳場、告げよしはる、リアリズムの宿にも描かれた大屋旅館帳場帳場とは、商店や旅館、料理店などで、感情や、帳付けや客が支払いを行う場所。通常、客と最も対面しやすい、玄関付近にあり、古くは三方を結界と呼ばれる二つ折り、または三つ折りの細かい帳場格子で囲い、その内側で、 店主や番頭が帳付けなどの事務を取り行っていた。ホテルのフロント、カウンターに相当する。旅館業法では、宿泊施設には帳場が必要であるとは定められておらず、同法令の第7号、その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合することにより詳細が条例に委ねられ、多くの自治体の条例により、帳場が必要とされている。 民泊サービスを想定した改正旅館業法では自治体によっては条例で不要になる場合もある。具体的には旅館業法改正に伴い旅館業における衛生など管理要領が改正されたがこの要領は地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的援助であって強制力はなく 地方公共団体が条例を制定するための基礎となるものである。改正点では、玄関帳場などに代替する機能を有する設備を設けることその他全量の風俗の保持を図るための措置が講じられていることという条件を満たせば玄関帳場を不要とするとしているが、さらに帳場を不要とするには自治体ごとの条例の改正が必要となる。 大阪市では2016年9月10日、市議会に提出する旅館業法施行条例改正案により、客室のべ面積が33平方メートル未満の簡易宿所については、玄関庁場を設置しない場合も旅館業法の営業許可を認める方針に転換した。ただし玄関庁場を設置しないためには、旅館業法に基づく構造基準5項目、旅館業法に基づかない、 措置基準6項目、合計11項目の要件を満たす必要がある。ありがとうございます。